アホーレンは昭和23年1948年に結成され、今年で75年目を迎えました。肩に染め抜かれた破れ傘のデザインは結成当時と変わらず、先人たちが築き上げ引き継いできたアホーレンのシンボルとなっています。ほっかむりをして提灯を持ち、豪快かつ奔放、阿波武士の踊りを守り続ける勇壮な男踊り、凛とした姿勢から繰り出す差し足の技法で楽しさに美しさを兼ね備え、次々と形を変えていく集団美の女踊り、そして清張阿波染め機の鳴り物の達人たち。アホーレンは数々の新創作を生み出しながら、その時代時代に合った阿波踊りを作り上げ、中でも唯一無二の女踊りが舞う薬効踊りは、徳島夏の風物詩ともなっております。阿波のあの字はアホーのあの字。さあ皆さんご覧ください。これがアホーレンです。
様による演舞をご覧いただきました。アホーレの皆様、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。すごいですね。もう本当に連によって演出がすごいです ね違うんですね。やっぱりそれが楽しみで楽しいですね。ここのね、今回藍場浜のエントランスステージ用にね、なんか作られた感じで ね、また、はい、あのいつもの夏見る感じとは違いますね。もう夏見たいですけどね、今年はどうでしょうか ね、もう見たいですね皆さん。